セーブ2連敗でしょ？俺、バロラント7連敗だから。まだまだ大丈夫。バロラント7連敗って結構メンタル来ないですか？同級生の村上、清宮、平選手で、もしご飯に行ったら誰がお金払いますか？あ、そしたらまあ行くね。もうそこは村上選朝手で2し時ょ。よ。3億円の家もらっちゃってんだから。昨日のピッチングは自己評価何点ですか？ 100 点満点中。そうっすね。どんぐらいだ？ 90 ぐらいですかね。まあ、なかなか、ナイス？よかったかなって思うんですけど、三振取れたんで、最近の平さん、高めの球ばっかり打たれてる気がする。分かってないっすね。でも、そうかも、まあ、そうかもしれない。でもね、空振りも取れるんですよ、そこでちゃんと。まあ、どっちもどっちですね。村上選手に抜けたスライダー怖かった。そうだね。スライダー、カットは抜けたけどね。スライダー抜けたっけ？カットはめちゃめちゃ抜けてた。抜けて真ん中行って、結構危なかったですよね。阪神の才木は、エペやってるみたいですよ。全盛期の松坂大輔さんみたいに、自分でホームラン打って勝つとかやってみたいですか？そんなことしたんだ、松坂さん。すごい。ボールに当たる気がしないです、まず。球種少ないと先発って難しいですか？いや、そんなこともないんじゃないですか。ちゃんと空振り取れれば。新たに覚えたい球種はありますか？ないっすね。ナックルとか投げてみたいけど。ナックル研究しようかな。腕に負担がかかりにくい球は。個人的には、フォークかな。フォークはね、なんか意外と楽に投げる気がする。球速落として投げるし、ナイスカバーやナイスキルって野球に通じるものがありません、ね。野球でナイスキルって言ったことないですけど、ね、デッドボール当ててナイスキルとか言ったらもう乱闘っすよ。ナイスキル、ナイスワンとか言ったらやばいっしょ。ヤジで。ナイスカバーは言いますけどね。野球に通じるものは、まあまあ、こうなんか、点取られて、この負けていきそうになる感じは、ちょっと、精神的にちょっとイラつきみたいなのちょっと似てますけどね。オリックスの T 岡田さんみたいに G 平にしたらどうですか？ゲーム平ってこと？それだったらもう平ゲームにするよ。マリンズ戦だけ大量失点してください。嫌だね。しっかりとね、頑張って投げますから。全部の試合。ピッチクロック導入についてどう思いますか？導入、僕は嬉しいですけどね。早く投げたい派なんで。何時ぐらい寝るんですか？ナイターの人があったらもう2時とかじゃないですか。夜。次の日ナイターだったら。最近平らゲームに憧れてるのか、プロ野球系 YouTuber が増えましたね。バウアーは結構前からやってますよね、多分。ウェンデル県。今シーズンのカープのイメージってどんな感じですか？一試合も見たいんでわかんないですよね。トロスピで使うためにツーシーム投げてください。もう投げてますよ、ツーシーム。投げ方はね、YouTube 載ってるんで、ぜひ見てください。苦手なトレーニングありますか？トレーニングきついからな。全部苦手ですね。松井稼頭央監督はバローやりますか？アセンダント2らしいですよ。嘘です。オールスター、平君に投票させていただきました。ありがとうございます。どうもです。打者転向したいと思いますか？思わないですね、全然。ボール見えないもん。見えるけど当たんないですもんね。ああ、ガチソーリー。GG、あざした、あざした、参戦した。うるせえ。ありがとうございました。うるせえ、うるせえ。ああ、一緒に、はい。ああ、イライラする。もう、何回負ければいいんだよ、俺は。プロスピの平選手、強すぎてありがたいです。前聞いたとき弱いって聞いたんですけど。強かったのかな、じゃあ。